立ち原語りその句、死の巻。この番組は立原美由紀さんと世の中にある不思議な話などなどを雑談形式で行っていこうという番組でございます。はい、というわけで、はい、立原美由紀さんでございます。はい、どうもこんばんはです。はい、というわけで、はい、MC 担当させていただきます今日でございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ立原さん、ねえ、最近何かありましたでしょうか。いやー、私の方がどんなコーナーより皆さんのところ、雨とかね。そうですね、まあ、西日本大丈夫かっていうところですね。すごいですよね。今回の大雨、うん、西日本豪雨とか、まあ、正式名称ちょっと違うみたいですけれどもね、平成何年とかの7月豪雨とかって言われてるみたいですけれども、いかがだったでしょうかっていうところもありますね。大変だった。だったですかって感じなんだけど。大変な地域も終わりになったじゃないかなとは思いますけれどもね。いまだにその土砂災害っていうのがあるっていうのがね。まあ土砂災害は、我が故郷、広島あたりでよくあるっていうふうな話ですけどもね。もうこればっかりは気をつけようがないものね。そうですね。やっぱり行政の仕事の面に入ってきちゃうと、まあなかなか難しいですよね。難しいよね。本当に、うんうん。まあぶっ込みだけど、この大惨事の時に、議会でね、その、何？ギャンブルのなんとかっていうのをやってんじゃねえよって、かなり、ツッコミを入れてる方たちいらっしゃったけど、そうだよね。まあ確かにそうですよね。ちゃんとこっち向いてくださいよって話をね、そんなの後にしてさ、がどっか人事なんだよなっていうね、ちょっとイラってくる部分もあったけど、これからがまた大変だよね。これからの方が大変でしょうね。そう、戻すまでがね。まあ、一難去ってっていうところかもしれませんけれどもね。まだライフラインが戻ってない地域も終わりになるというところですけれどもね。日本の気候がなんか少しおかしいよね、やっぱりね。こうしてみると。そうですね。うん、まあ、割とこの立原語りの中では結構触れてきた話が結構多かったような気はしますけれども。まあそうですよね。おかしいですよね、なんか。明日あたりから35度もっとでしょ、下手すると。下手するとですね。物資を運ぶのはこういう時にはやっぱり自衛隊の皆さんにお願いするのが一番いいのかしらね。まあ、配送とかが止まってたりするっていうのもあるみたいですしね、いろいろ、いろいろな感じでしょうね、ほんとね。ね、食料品、衣類、それから医療っていうことの面でもね、あと小さいお子さんがいたりすると、おむつとかミルクとかね。あ、そうですね。今回もやっぱりあれなんですよ、立原さん。ツイッターが結構ね、活用されてたみたいで、やっぱりそのツイッターの方とかで出てくる情報っていうのは、テレビで報道されてる以外の情報も出てくるので、例えば今お話があったそのおむつとか、そういう小さいお子さんのものとか、ちょっと離れたところの病院とかに取りに来てくれれば用意してますとかってね、やってらっしゃるところもまああるので、やっぱりそういうところの情報の共有みたいなものでツイッターっていうのは結構今回もかなり活用されたみたいですね。それは良かったよね。なんか悪い方面ばっかりでデマが飛んでるとかっていうことだけじゃなく、ちゃんとした情報がね、共有してみんなで助け合えたらいいよねってとこだよね。そうですね。直接ね、なんかしに行けれるような感じがあればいいんですけど、ボランティア的な感じでね、少しでも、まあ、なかなか難しかったりするとなると、まあどうしてもね、募金とかそういうのを支援というか、するしかないですからね。ないもんね、確かにね。今回の、まあ、雨に関しては特例中の特例みたいな、異例中の異例だったみたいな話もありましたけれどもね。異常事態っていうふうに言われたんでしょ、あれ。異常事態だったみたいですね。なんかね、割と早いタイミングで、警報なりなんなりは出せたけれども、それ以上にスピードが速かったみたいなね、話もありますよね。昨日あたりから出ている人がどう行動するかっていう部分で、クローズアップされた親子がいたんだけど、はい、50代
半ばのお父さん、死にはしねえよ、ここまで来ねえよって言って家の中にいるって、あれすごくよくわかるね。危機的な状況を自分ではなんかそんなに心配しなくてもいいじゃないっていうね。ここまでなったことないんだから、ここは大丈夫だよ的な行動の取り方って、ああ、なんかわかる気もする。自分もあんだけ大きなことにあっても、震度5強いける、大丈夫って、あの感覚なんだなと思って、まあまあそうですよね。うん、いいわけないんだよ、そんなのね。ちゃんと逃げなきゃいけないのに、自分のところは大丈夫みたいな。でも、お外に出たら胸まで水に浸かるほど来てたっていうね。うん、やっぱり早い行動っていうか、みんなが逃げるっていう時は、意地張らないで自分もさっと逃げましょう。なかなかね、大変言われ。まだ一軒家の方、2階がある方はね、う上に上がん。る避難の仕方、有効だったり、まあ有効じゃない面もあったりするので、やっぱり一番いいのは、警報が出た時にもう即もう即行動だよ行ね。動しとたりあ方えがず逃いいっげていまうしのょうっがていうね、ね。まあいろんなメディアとかでもやっぱり言われてることですね、そこら辺はね。いつ何時何があってもパッと行動できるように、建前ではわかるけど、いざとなったらきっと私もそうなっちゃうだろうな、ここまでは来ないよなんて言いながら、逃げられなくなってどうしようって騒ぐんだろうなって、あの心境、なんか悪いことなんだけど、ああいうのはね。でもちょっとわかる気がしてしまったっていうところもあって。そうですね。まあ本当ね。実際に記載されてる方々はこの放送は見れてないとは思いますけれどもね。そういうふうな不幸中の幸いで助かった方、一つその災害としてね、大変だった方々じゃない方々たちは、じゃあ何ができるんだろうっていうのを考えながら、そういう支援とかできる範囲でやっていくっていうことも大事ですけれども、それ以外でじゃあこういう状況になったら自分たちはどうすればいいんだろうっていうのを、まあ一つ考えるっていうね、ところでは、やっぱりそういうふうな、シミュレーションをね、自分たちでやっていかなきゃいけないんだろうなっていうふうなことは思いますよね。それは思うよ。なんだろう、極限までこっちはいかなかったけど、すごいことに出会ってしまって、その後はやっぱり怖いから、食料品だの水だのってすごく気を使ってストックはしておくけど、でもある程度年月経ってもうないかななんて油断した頃に、やっぱり一番気になったのは地震災害っていうところにしか気がいかないじゃない。だけどこうやって雨が降る、雹が降る、異常な高温でどうにかっていう風になった時に、災害ってそうね、地震だけじゃないよね。火山が噴火することだってあるんだし、山津波でああいう風に山の方から崩れてくるのもあるんだし、想像できないことが起こるから災害なんだろうからね。そうですね。うちのサバ缶が増えましたよ、また。あ、購入されたってことですね。はい、缶詰も豆を煮たやつ、それからひじきを煮たやつとか、開けてすぐ食べれる系のおかずが増えたのよ。ああ、そうなんですね。災害用って結構高額なんだけど、ご飯にかけて食べればいいみたいなおかずなんかは、と安く出てるんで、何種類か買ってきた。で、食べちゃったらまた買ってって、ローテーションすれば、賞味期限心配ないじゃない？そうですね。半年したなと思ったら、こう入れ替えるために、食べてしまって、また次のを買っておくとか、安い時には買っておいて、それをまたローテーションして消費していくっていうふうに心がけていくと、いつでもなんかこう危機管理っていうかね、あとは薬だよね。なんかね、怖いあ、なと思った薬のは、ね。持病があるじゃない。高血圧とかアレルギーとかなんかとかって。病院が下がっちゃった時さ、薬なくなったら大変なわけよ。喘息とかって結構大変じゃないですか。吸入器のタイプ。まあ、もちろん他のお薬必要な方々もそうかもしれないですけど、実際にああいうのが起きてすぐさま逃げなきゃいけないってなった時に、それを持っていってないがゆえに苦しむっていうのがね、後から出てくるっていうのもありますからね。そうなんだよね。なだかからやっなぱかり難非常しいなって袋。思いますね、ほんとね。そう、非常袋は絶対作っとくべきだよね。逃げるときに玄関に置いといて、常に玄関に置いといて、逃げるよって言ったら、それしょってパッて逃げられるように、
しておくのは絶対必要だよね。そうですね、うん、うん、この間調べたんですけども、うん、乾パンじゃなくて、うん、なんだったっけ、ビスコ、ビスコじゃないんだっけ、うん、ビスコもいいよかなんかの、うん、缶詰があるらしいんですよ。缶詰じゃないのかな、カンカンのやつ、缶詰になってんの、あれがね、うん、結構良さそうだなっていう話をしてた矢先だったんですけどもね、うん、うん、リッツとかね、ビスコとか、カンカンに入ってるやつは長期保存が効くのよ。前に震災にあった時、うちもリッツあるよって言って持ってったら、隣近所の人、ほとんどの人があるよって言ってみんなして持ってきて、ああそうなんですね、そう、ああるもんだなって、うん、やっぱカンカンなのよ。であとはやっぱり水ですね。水だけはやっぱり一番最初になくなるものね。そうでしょうね、うん、まあ、本当ね、最低そうね、1人1箱6本入りでしょ、あれが3つぐらいずつ置いてないと、うん、だけど長期になったら結局ないもんね。そうなんですよね、大きになったとき、なかなか難しいところですよね、うんうん、この辺は水源があるんだけど、でもああなっちゃったら水源まで行けるかどうかっていうのも難しいわけでしょ。まあそうですね、うん、水の確保ってすごい大事よね、そうなるとね、うん、ですね、本当ね、うん、改めて災害についてはそうね、そういえばああいうのもあった、こういうのもあった、うち日内市があるような、日内市、あれどこ行ったっけとかね、ええ、3階から下ろしとかねがダメかなとかね。あ、日内市があるわけですね。そう、ある、魔除けにカチカチってやるんだけど、そもそも火を起こすものじゃん、あれ。まあそうですね、うん、あれがあればマッチなくてもいけるかなとかね、うん、うん、マッチ、確かにマッチは入れないかもしれないですね。うん、ね。ライター、ライター、うん。まあ、いろいろですよね、ほんとね。いろいろ。うん、まあ、ちょっと今回、まあ、不幸にも被災された方々にはお悔やみ申し上げるとともに、まあ、それ以外の方々は、そういうふうな自分の身に起こったらどうするかなとか、そうね、まあ含めて、まあ、支援できるようであれば、うん、支援活動をしていきましょうねっていうところですかね。そうですね。